始まりました、はい、チープチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はチープの大投手佐藤翔太に来てもらってます。お、ありがとうございました。大エース。今日はどんなことを聞きましょう。やっぱりね、佐藤さんといえばね、うん、甲子園で僕は結構見ることが多かったんですよ、うん、小さい時に、ね、はい。まあ、僕ら世代といえばもう佐藤翔太。そうだね、もう知らない人はいないんじゃないかなと思います。甲子園ベスト4ですからね、はい、東洋大姫路 でその中でもなんですけど、はい、28回無失点。あ、これは素晴らしいですよ。それはえぐい。とてつもない記録を立てた佐藤投手なんですけど、はい、僕が一番気になってるのは変化球なんですよ、うん、そうだね、佐藤のあのキレキレのね、はい、スライダー、まあ、その握りをね聞いていこうかなと思います。今日はスライダー編ということで、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあまず握り、わかりやすいようにまっすぐから。まっすぐは、うん、まあ皆さんと同じだと思います。ここにまあかけて、うん、指はまあつけず、うん、広げすぎず、うん、まあこんな感じ。うん、なんかいろんなタイプの人もいますもんね、うん、まあ、まあこれで佐藤はそれ、うん、このままこう投げるような感じ、うん、スライダー、まず握りから、うん、まっすぐがこうで、まっすぐがこうで、まず中指をここ、ここにもうべったりつける感じ。まっすぐ持ってるこっち側ので、そこに人差し指は添えるような感じ、軽く。うん、あ、ここが中心、中指中心、意識は中指だけ。中指が中心で、スライダーつけて、うん、親指は、まあ、基本多分スライダーって下が多いけど、うんうん、もうここのこう思ったらここにマークが来るんで、ああ、これ M 級で、はいはいはい、そこに親指が来る。へえ、こんな感じ。握り加減はどんな感じなんですか。結構握るんですか。結構握る。ここをべったりつけるような感じ。ああ、浮かせない。浮かせない。そう。ここをべったりつけて、ここをべったりつけて。で、投げ方。はいはいはい。まあ、大まかに自分の意識の中で言うと、まっすぐと一緒。まっすぐと一緒。まっすぐと同じ腕の振り、むしろまっすぐより腕速く振るようなイメージ、自分の中では。で、なぜかというとポイントは多分これ親指で、うん、親指が横に来ていることによって、はい、まっすぐ投げるとこういくのよ、はいはいはい、勝手に、はい、このままこうって投げれへんから勝手に、うん、こっちから滑ってくれてこう曲がる。あ、そうなんだ。まっすぐとその変化球の違いが分かられたらダメだから、はいはい、まっすぐと同じにしたいなっていうところで、ああ、このままこういく感じ。だからイメージとして速いスライダーなんか、イメージとしてはそんな。なるほどね。変わらないですもんね、まっすぐと、うん、で球速別に指先まで意識するとかはない。あ、イメージは指先までかけて、うん、こうとかじゃなくて、ここの指の腹を使って、うん、ポイント1、ポイント1ですよ。腹、指の腹、指先じゃなくて指の腹を使って第二関節、ここを使って第二関節か。へえ、なるほど。で、自分のイメージの中で、うん、スライダーってまあいろんな人がいるけど、うん、こう投げるとーカーブっぽくなる感じがして、なるほど、それが嫌じゃないから、こうなイメージだ。投げようとすると絶対そうなって、うん、でもそれが嫌で、はいはいはい、変化球ってその回転だけ変えれば勝手に曲がるから、絶対に素晴らしい。こうやっていくからまっすぐ行くだけで、はいはいはい、こうやっていくからカーブが落ちるわけで、はい、ということは横に曲げれば勝手に曲がるから、はい、変化球なんて。なるほど、ね、だから曲げようとせずまっすぐと同じ、無駄な意識はなし、整理をしてそういう感じ。もうここ、へえ、まあ、ここも添えるだけって言ったけど2段階みたいな感じ、ガッガッって感じ。ここでかけて、うん、ここでかける。難しくない、簡単。いや、イメージ、実際は多分できないと思うけど、こっちでかけて、うん、抜けないんだね、じゃあ。イメージ、確かに、ね、佐藤のスライダー抜ける球よりやっぱ叩く方が多いじゃん、ね、どっちかって言ったら人差し指までかけようとしてる分、うん、抜けないんじゃない。真横に曲がるドン投げない、バットに当たるから。マジ、縦だよ、縦こう出てきて、横に曲がると当たるから、こうやって打つもん、ね、あんまり好きじゃなくてこっちの幅の方が狭いから、まあ、そういうイメージが、まあ、こんな感じ。佐藤は横のスライダーじゃなくて縦だね、縦系なんだ。こういう感じ、結構横に曲がりますよね。あ、横斜めで下に落ちる。握り方は教えていただいたんで、もう次練習方法聞いていきたいかなと思います、うん、はい、練習方法はブルペンで調整はしない。一番まずこれポイント1、ブルペンで曲げようとか調整しようとするとうまくいかない。
どういうことですか？で、なぜかというと、うん、ブルペンっていうのはもう 18.44 しかないから、うん、ブレ幅が少なくなる。20m、30m 離れた方が、ちょっとずれた時の幅が大きくなる。そこで分かるようにした。自分のためになってて、で最初からうまくいくわけないから、まずはキャッチボールで遊び感覚。はい、遊び感覚。本当に遊び。あ、こんな感じかな。握りはまあ人それぞれだけど、はい、もう本当に遊び、じゃあこうかな、こうかな、手の感覚というか、これが一番しっくりくるかなから始めて、はい、で俺は一番やったのは30メートルぐらい、まあ塁間ぐらい離れて、30メートル相手の胸にこう曲がってくるようにずっと練習してた。あ、なるほどね。ずっとブルペンとかじゃなくてキャッチボールでずっとこう、こう来る、はい、来ました、こういう感じ、はい、でずっと練習してた。でそこで感覚をつかんだら、うん、18.44 で操れるんだ。そっから、じゃあ練習方法としては 30m の距離で遊び感覚で、うん、自分でスライダーのその感覚を覚える。振り幅が分かるようにまずは遠いところで練習した、うん、遠い距離で練習、遠い距離で練習、遠い距離で、ね、全力じゃなくていいけど、はい、ブルペン毎日投げると思うんですけど、その中でまっすぐの割合、あと変化球の割合、どういった風にまっすぐピョンピョンって投げて、あと変化球ちょろっと合わせて終わりかなとか。試合でまっすぐ10球連続投げるかって言ったらそうないから、うんうん、まずまずね、うん、でも俺の場合はスライダーピッチャーからスライダー10球だったらある、うん、ある、うん、ある、それはある。確かに、からスライダー10球ならわかる、はいはいはい、そう、自分のなんてタイプとして、ピッチャーのタイプとしてスライダー10球連続は投げる絶対、うん、はいはい、でもまっすぐ10球はない。ここは自分のタイプによって見分けた方が、はい、スライダーの落とす位置とかってなんか意識してます？低めにまず投げるとき、空振り取りたいときは、はい、ベースのホームベースのここ、分かる？先っちょのとこ、先っちょのとこそこを狙うんだ。そこを狙う、ワンバンしか投げない。空振りは取りたい、空振りはワンバンしか投げない。ストライク取りに行くときは、ストライク取りに行くときはキャッチャーの左肩ぐらい、キャッチャーの左肩を狙って投げると、キャッチャーが構え出てキャッチャーの左肩から曲がる感じをイメージして、イメージあくまでもイメージ、イメージして投げるんだ。投げる、ここら辺に。そうそうそう、でキャッチャーが意思疎通できてて、じゃあストライクでいいよって言ってそんな厳しく構えへんから、うんうん、絶対に。で大体じゃあこの辺ねぐらい、大体この辺ね。なかなかね、ピッチャー目線じゃないから、すみません、ちょっと理解が遅くて。難しいですピッチャーじゃないから分かんない、その感覚だったら、ね。今日はスライダー。まあ、佐藤、でも変化球まだいっぱい持ってる。引き出しいっぱい持ってるから。はい、7つある。7個。7つあるから。あと、ストレート入れて7。ストレート入れて7。だから変化球だけであと6個。実際多分、ストレートも聞いてみたい人いると思うよ。確かにね。じゃあ次回はストレート、火の玉。マックス何球だっけ？マックス146。146。高校時代ですからね。それ下がってるから確かに、それは今のは何だったのマックス146なの、マックス146、はい、じゃあ次回はストレート編、火の玉ストレート編ね。そんなところで今日は佐藤翔太選手ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録を。